地下の国のアリス、表紙は、ゴシック・クアドラータのカリグラフィーとの2作、草花のイラストで装飾されている。地下の国のアリスは、ルイス・キャロルが1864年に、知人の娘、アリス・リデルに送った手書きの本。不思議の国のアリスの原型となった物語であり、同作品が有名になった後の1886年には、複製版も出版された。 キャロル自筆の原本は現在大英博物館に収蔵されている。詳細は、不思議の国のアリス成立を参照。この物語は1862年7月4日、キャロルとリデル家の三姉妹、すなわちロリーナ、アリス、イーリス、およびオックスフォード大学でのキャロルの同僚、ロビンソン・ダックワースが行ったゴッドストーへのピクニックの際に生まれたもので、 アイシス川をボートで登る最中に、キャロルがアリスのために語って聞かせた即興のお話であった。アリスにこの話を書き留めておいてくれるよう頼まれた。キャロルはピクニックの翌日から執筆に取り掛かり、元の物語に続きを加え、幾度も練り直して1863年2月10日に物語の執筆が完了した。キャロルは、さらにここから、挿絵の執筆に取り掛かり、 想定もすべて自分で手掛けて本を完成させ、1864年11月26日、12歳のアリスにこの本をプレゼントした。この間に、ジョージ・マクドナルドに原稿を見せて、出版を進められたことが、物語をさらに練り上げて、不思議の国のアリスとして出版するきっかけとなった。自筆本の本文3月、ウザギとアリスを描いた、差し絵。 地下の国のアリスは、物語の流れは概ね、不思議の国のアリスと同じもので、白ウサギを追って、うさぎ穴に落ちた少女アリスが異世界に迷い込み、様々な冒険をするという内容である。ただし長さは、半分ほどで、公爵夫人や、チェジャネコのエピソードや、帽子屋や三月うさぎが登場する、狂ったお茶会のエピソードなどは登場しない。また、 不思議の国のアリスで2章を割いて描かれる、ハートのジャックの裁判の場面は、地下の国のアリスでは2ページほどの長さである。物語成立時の情景を歌った、検定誌は、地下の国のアリスには、まだなく、中扉のページには代わりに、愛しい子供へのクリスマスプレゼント、夏の日の思い出にも異なっている。挿絵はであり、挿絵が描かれている場面については後に、が、 不思議の国のアリスのために描いたものと重なるものが多い。最後のページにはアリス・リデルの顔写真が貼られているが、1977年、キャロル研究者のモートン・エヌ公園により、この写真の下からキャロル自身によるアリス・リデルの似顔絵が発見された。似顔絵の出来に不満を持ったキャロルが上から写真を貼ったものらしく、この似顔絵は現在確認されている。 唯一のキャロルによるアリス・リデルの似顔絵である。不思議の国のアリスの出版から20年後、不思議の国のアリス、鏡の国のアリスが、未だ版を重ね続けていることを受けて、キャロルは読者のための物語の原型である、地下の国のアリスの複製本を出版することを考え、ハーグリーブス夫人となっていたアリスに手紙を送った。アリスの了承を得たキャロルは、手書き本を借り受け、雇った。 写真家に付きっきりで最新の注意を払ってファクシミリ版のための写真を撮った。ところがすでに撮影料を前払いで受け取っていた。この写真家は撮影後写真のネガを持ったまま行方をくらまし、このためキャロルは探偵を雇って彼の居場所を探し当てネガを取り戻さなければならなかった。このような苦労の末に、 地下の国のアリスの複製版は1886年12月にマクミラン社から出版された。複製版ができると、キャロルはモロッコ川で特別に想定したものを一冊アリスに送っている。キャロルの死後、夫のレジナルドを失って、屋敷の維持に窮したアリス・ハーグリーブスは、手書き本、地下の国のアリスを手放す決意をし、1928年5月4日の、 サザビーズのオークションにこの本をかけた。5000ポンドで始まった、この競りの参加者には、大英博物館の代理人もいたが、最終的に当時、サザビーズの史上最高額である15,400ポンドの値で、アメリカ人の著名な書籍ディーラーである ASW ローゼンバックが競り落とした。ローゼンバックは、オークションの後、やはりこの本は、イギリス人の手元にあるべきものと思い直して、 大英博物館に対して1000ポンドの寄付を添えた上で、買い値で売り渡す申し出をしているがこれは拒否されている。その後この本は収集家の手に渡っていたが、第二次大戦後の1948年、アメリカ議会図書館の司書ルーサー・エイチ・エヴァンズを中心とするアメリカ人有志によって5万ドルで買い戻され、大英博物館に寄贈された。この寄贈には、 ナチスドイツの侵攻に対して長い間独力で抵抗したイギリス人への感謝の意味合いがあり、贈呈の席ではカンタベリー大主教がこの寄贈を純粋な行為として称賛した。ISBN4 から403030335、ISBN978 から4から403030338、シド BA71124914、 億区6億7639万2342国立国会図書館書誌 ID00007686755 00現著としての要所とその再版書や和訳書の関係がどのようになっているかについては略記している当セクションではなく不思議の国のアリスの参考文献説と鏡の国のアリスの参考文献説に詳しい書籍 ムック ISBN4 から 309203175ISBN978 から4から309203171億区4760万7063国立国会図書館書士 ID0002787956ISBN4 から489から 00446X ISBN 978から4から489004469、虫48度 BN1143 万812、億区6億7403万9345、国立国会図書館書士 ID 00 00、00002350766。ISBN4 から489005105。ISBN 978から4から489005107。48 んしど BN16123071 奥区43294653国立国会図書館書誌 ID 00002573457 00 ISBN4 から422211331 ISBN978 から4から四2 2 2 1 1 3 3 6んしど BA34214858 億区6億7557万5304国立国会図書館書士 ID 00002662464ありがとうございます